私が教会行き始めて検診した後の話なんですが、えっと、病気になっちゃったんですね。そしてそれは十二指腸海洋とそれと慢性腎炎だったんですが海洋の方はねしょっちゅう凍結しましたし下血もしましたしまた腎臓の,の方も非常に悪かったんですねですから周りの人たちはね。 まあ岡丸さんなんてまあ冗談でも言ってましたけど「君は死んでいくけど君の代わりに頑張るぞ」とかなんか言ってですね冗談も言ってましたけどもですねまたえっと泣いて私のためにね祈ってくださった方もいらっしゃいますしまたうちの母親はですねえっと死ぬと思ったのでね私が伝道者になることを賛成して好きなことをやらせたやろうどうせ死ぬんだからってそういう状況であったんですね。 そして非常に困難な状況にね追い込まれてしまいました。しかしですね、神がいました。そしてね、えー、最初癒しのために祈りましたし、それから聞き従うために祈りましたし、感謝の祈りをしたんですね。で、神様ね具体的に働いてくださいますね。それは何かというとね、そこでね、完全に癒されたの そしてですね、死を崇めるのはですね、その後ね、私には約200回以上の、ね、海外選挙に行ってます。80カ国以上の国々に行ってます。そして日本中行ったんですね。周りの誰よりもね、元気になっちゃって、動きになった。その時にね、主の栄光を称えるのですね、最悪な状況の中で回復を与えてくださるだけではなくてですね、 それとともに,、ねえー、にその後のねこの徹底的な神様の、ね、働きをね開いてくださったっていうこの恵みですね、えー、感謝したいとこういうふうに思います。